実は日本の再生可能エネルギーによる発電容量は世界で第6位とトップクラスって知ってましたか？もっと日本の再生可能エネルギーについて知るために J パワーという会社の池原ダムにやってきました。すごい大きい。J パワーってどんな会社なんですか？はい、1950年に日本の電力不足を解決する国策会社として誕生しました。今では日本各地に発電所や送電設備を保有し、さまざまな電力会社さんを通じて皆さんに電気を届け、日本の電力安定供給に貢献している会社です。また海外でもさまざまな事業を広げています。再生可能エネルギーってどんなものなんですか？はい、例えば水力、風力、地熱など繰り返し使えて発電時に CO2 を排出しないエネルギーのことを指します。ちなみに J パワーは国内最大級の再エネ事業者なんですよ。中でも水力発電は60年以上の歴史があり、全国61カ所で大量の CO2 フリー電気を供給しています。すごい。水力発電は流れる水の量を調整することで発電量を計画的に増減できます。なので天候による発電量変動を素早く補完できるメリットもあるんです。 J パワーが目指す未来を教えてください。2050年に国内発電事業の CO2 排出量実質ゼロを目指して、さまざまな面から挑戦を重ねています。特に再生可能エネルギー電源の拡大を通じてカーボンニュートラルの実現に貢献していきます。クリーンエネルギーでより良い未来を切り開く J パワー。